い、皆さんこんにちは、お先です。ということで、今日は米田でぼっち飯。またぼっちまたぼっちかよとか言うなよ。まあ今日もぼっちということでね、どうしても一人でもぼっちでもいいから、あの米田に行きたくなってしまったので、今日はあの一人で米田に入りたいと思います。そう、結構なんか混んでるって人多いから失敗したなと思うんですけど、まあ、来ちゃったからには YouTuber 魂見せたいと思いますので、一人で入ってきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでですね、着きました。今から頼みたいと思います。ちょ、なんか人いない時間狙ったんですけど、なんかめちゃめちゃ多くて怖いです。まあ飲んでいきたいと思います。何しようかな。私コメダよく来るんですけど、一人は初めて。さすがにあれないね、さっきの好きなジェリコ。え、さっきの好きなジェリコがなくなってるんだけど。え、さっきの好きなジェリコはどこ。バナナジェリコ。じゃあサマージュースと。え、マジ悩んでるコメダ。毎回コメダ特製ピザにしようかな。オッケー、じゃあ飲みたいと思います。サマージュースと、サマージュースを一つと、コメダ特製ピザ、コメダ特製ピザを一つかしこまりました。お願いします。頼みました。毎回運転手さんにカメラバレるの本当にめどしい。まあなんか今日は友達も予定あるし、ママもなんかハルトの予定でなんかどっか行っちゃってて、誰も私に付き合ってくれる人いないんですよ最近。みんな忙しいし、なのでしゃあなし、一人で来ました。また寂しい人だと思われると思うんですけど、周りの人は友達と来てるかなんか知らんけど、笑っててさ、失礼だと思わない一人で来て。まあ一応友達はいますよ。友達はいるんですけど、予定が合わないので。みんなどうやって過ごしてるんだろう、友達いない人って。私とか全然遊びに行かないのね。でもさ、カフェとか行きたいとかかんじゃん。まず誰と行くの。私とかママとしか行かないの。あの先日ファッションショーがあったんですけど、まあ、それに向けて短期間ダイエットしてたんですけど、ダイエットっていうかなんかもう食べるの我慢したりねしてたんですよ。マジ短期間、本当に短期間、マジで1週間ぐらいだけ。終わった瞬間にやばい、爆食いしました。食べたかったんですけど、いろんなものめちゃめちゃ我慢したんで、終わった後からやばい、えぐい食べました。でも食べなくていいじゃんそんなものっていうものも食べました。これしかも会場大阪だったんですけど、大阪ってさ、めちゃめちゃ美味しいものたくさんあるじゃないですか。あのこれ歩いてるとさ、たこ焼き屋さんとかいっぱいあるんですよ。めちゃめちゃ食べたいわけじゃん。なんですけど、サマージュースでございます。お待たせいたしました。少々お待ちください。失礼します。まずい。じゃあサマージュースも飲みます。しかもさ、今ね帽子で、ね、隠れてるから笑ってもバレないやと思ったら、多分さ画面見てるからさ、笑ってることバレてんだよね多分。しかも店員さんも緊張してて、なんか言ったことがしか、俺お酒出演してるディフディフみたいな結構緊張してますね。じゃあ行ってみる。ゆるどう。なんでたこ焼きとかもめっちゃ食べたかったので、私さくらちゃんと前乗りしたんですよ。食べたいやん、しかもさくてんと一緒にいるし。だけどうちら頑張ろうみたいになって、で昼ご飯もちょっとにしといてみたいな感じで結構頑張ったんですよ。イベント終わった直後、さくてんとたこ焼きいっぱい食べました。それからというものを毎日毎日食べまくってます。やばい、本当に飲み物屋さんとか見つけたら入っちゃうもんね、スタバとか。ね、お腹空いてないし、めっちゃ飲みたい気分でもないのに飲んじゃう。だから今日も別に普通に家帰って待ってればいいのに、お腹空きすぎて来ちゃいましたね。米だ。しかも一人で。何なんだろう、怖いんだけど。別に食べなくてもいいのに食べちゃう。せっかく頑張ったのに。だから見てよ私の顎。やばくない？顎は食感ないんだよね。でもやったら冬すぐに出てくるのでまだセーフです。
コメダのピザって本当に美味しいんですよね。コメダのメニューが豊富すぎる。だってこれピザもあるのに卵が入ってるピザトーストもあるんだよ。本当私ね好きなもの多すぎて、いつもね私店入ったらいろんなもの食べるんですけど、決まったものしか食べないんですけど、コメダは本当にいろんなもの好きなので日替わりですね。コメダだけは唯一。話があって、普通に私電車乗ろうとして最寄り駅まで行ってたんですけど、そしたら最寄り駅のところでなんかずっと私のことをなんか見てる人がいたんですね。なんか怖いなと思って、普通なんか私のこと知ってて街中で気づく人ってえみたいな反応するんですよ。え本当かなみたいな、本当かなみたいな感じで声かけるのか、結構迷ってる感じの人が多いんですね。なんかほとんどなんですよ。でもなんかそこにいた人を友達と待ち合わせしてたみたいな感じのテンションで、あっていう感じの反応じゃなくて、なんかもう私通った瞬間わーって来て、そしたんですよね、注文してますって感じで言われたんですよ。怖っと思ってなんかたまたますれ違ってえっみたいな感じだったら分かるんですけど、ずっとそこで待ってて、私が通った瞬間にそしたんですよって言われたんですよ。待ち伏せされてたと思って、最寄りバレてると思ってめちゃめちゃ怖くて、私もめっちゃびっくりして対応悪くなっちゃうし、ファンで会ってくれたのかもしれないけど、待ち伏せとかはお互いいい気持ちにならないと思うので、もうしないでほしいですね。なんかすごいと思ったのが、なんか私 こんな感じだったんですよ。これで気づくのすごいと思って、オーラ感じたのかな。結構駅だから人も多かったはずなんですけど、引き寄せられたのかもしれない、オーラに。気づいたら追いかけちゃってたみたいな、そのパターンもあるから、あんま責められないんですけど、オーラがあっから引き寄せられたっていうパターンもあるので、これで気づくほど私も有名になってきたっていうなんか高校の勉強最近めちゃめちゃむずくて、この間 YouTube で今物理でシグマ習っててって言ったんですけど、そしたらコメント欄でえ高1でシグマ習ってたのってめちゃめちゃ言われたんですよ。私の学校だけおかしいのかなって、こんな高校って難しいのって思うぐらい本当に難しいんですよ。本当私理解できなくて、本当に理解できないので、授業マジでついていけないし、何言ってるかマジでわかんない。本当にね不安すぎるんだけど、こんな高校生になったばっかでさ、ちょっとでもその授業参加できなかったりしたら本当に置いてかれるんですよ。なんか高校生活は楽しいんですけど、めっちゃ友達。でもなんか中学校の時は YouTube とかに解説動画とか載ってたんですけど、高校の勉強を解説動画出してる人あんまりなくて、学校によって進路とか習うことが全然違うらしいんですよ。誰に聞けばいいのっていうさ、みんな予備校とか通うのかな。もうやだ、置いてかないでよ先を。友達に聞こうかなと思ったんですけど、気使っちゃう人でさ、なんか頑張って教えてくれてるのに理解できないのが申し訳なくて、あ、そういうことかとか言っちゃうのね、分かってないくせに分かったらみたいな、なんか何も理解してないのに、あーなったら簡単じゃんなんか言っちゃうから、友達に聞くのもなんか無理なんですよ。もう次どうすればしかもなんか高1なのになんかもう大学の話してるし怖いんだけど、うん、私はなんか今高1だし、まあ、勉強より楽しみたいなみたいな思ってたんですけど、もう大学の話してるびっくりしちゃったんだけど、どうしよう先どうすればいいんだろうこれから。こうやってね同世代の人とか人生の先輩がね見てくれてると思うので、アドバイスが欲しいです。私はこうやって生き延びたよとか、だから高校生の方たちはこのタイミングで進路決まったよとか、なんか方向性とかいろいろ聞きたいです。私はお願いします。なんか将来の夢とか最近聞かれるのね、将来の夢とかなすぎて怖い。今一生懸命生きたい人だから、なんか将来のことを考えられないんですよ。もうめっちゃこれやりたいっていうものもないから熱くなれない。なんか私はこの活動をねずっと続けていきたいと思うんですけど、本当にそれでいいのかなって思っちゃう時もあるし、みんな悩んでないのかな。私の周りの人がさ、私将来の夢とかあるので、私これやりたいから今これ頑張ってるとか、いやすごいなと思って、私もなんかやりたいこと見つけて、なんかそれについての勉強とかしたいんですよ。まあまあ言うてもねまだ高1なんで、まあ、引き続きこれでいきたいと思います。じゃあ引き続きね、そんな悩まずなるようになると思いますよ。人生はなるようになりたいと思います。なんか奇跡的にさ、四角ボックス席に通してくれたんですよ。四角になってて誰にも見られなくてさ、喋りやすい
誰もいない。いっぱいいるけど、おばさんもシュートね、それ以外いない。店員さんも来ないし。次どこぼっち飯行こうかな。なんかリクエストあったら教えてください。どこがいいんだろう。でもカウンターは無理。なんかいつかさ、撮影したら怒られそうで怖いんだよ。そしたらボツになるだけなんですけどね。一人で、あ、すみません、あ、ごめんなさいっていうのになるしさ、そんなとご飯一人で食べてるの嫌だしさ、ボツなくせに一人でご飯食べると最悪じゃない。ごちそうさまでした。美味しかったです。これ見て、こっち飯いろいろございます。こっち飯結構難易度が低い。ぼっちの人はそれで作る。確かにカウンターとかあるからさ、ぼっちの人多いよね。米だって勉強してる人多いし。はい、ということでですね、こんな感じでぼっち飯第3回目ぐらいでした。次のぼっち飯はどこかな。皆さんリクエストとかよろしくお願いします。この辺で終わりだと思います。この方はいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。